天神山は山口県豊富市にある山である。標高は166.9メートル。別名、酒水山。天神山は豊富市のほぼ中央に位置し、北西側に沢川が流れ、北東側はたたら山や八幡が滝に連なる。また、南山六には豊富天満宮がある。松崎天神演技によると、藤原と木平の残言によって、太宰府に流された。 菅原道真が亡くなった翌日に、勝間の裏には人口が現れて酒水産に紫色の水運がたなびいたと言われており、この出来事によりこの山に松崎天神が建立されたとされる。また、山の中原にある岩からの湧き水が飲料水として用いられていたが、東大寺再建のために、豊富に来た長元が松崎天神の加護を求めて、社殿の造営をしたところ、 湧き水が酒に変わったとの言い伝えもある。三六一体は、古代に、ス王国の国府、宗者、国分寺が建てられるなど、同国の中心地として栄えた。また、山の南西部には6世紀後半のものとされる古墳があったと言われ、古墳から発見されたとされる物品が、豊富天満宮に保管されている。ただし、古墳自体は壊されてしまったため現在では位置も不明。 現在は、豊富天満宮とその背後の天神山中腹は天神山公園として整備され、豊富下林場や野球場などのスポーツ施設も近接する。園内には遊歩道、遊具、複数の展望台、駐車場とトイレなどが設けられており、公園周辺に植えられた梅や桜の名所でもあり、市民の憩いの場となっている。また、 満天の広場と名付けられた山頂から北側斜面が山口県の地産事業により天神山森林公園とされ、沢川沿いの白坂公園までの登山道が続いている。山中には豊富挟窓中継局も設置されている。ありがとうございます。